今日のスタジアムインタビューに行きましょう。来てくれたのは瀬古歩夢選手です。3対0ゼロに抑えて見事な勝利でした。おめでとうございます。ありがとうございます。ルヴァンからそしてリーグトップに合流して今日の試合どんな思いに入りましたか？僕が入ったのはやっぱりチーム状況が勝てないなって思ってやっぱり試合やったら勝ちたいという感じで、まあ今日勝てて、まあ、非常に嬉しかったです。ベルトされて勝って、そして令和に入ってホームゲーム初めての勝利となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。さらにほぼ5試合負けなし3勝2分けになりました。ありがとうございます。リーグ戦初の連勝になりました。ありがとうございます。素晴らしい勢いがそれぞれがつきました。で、大事な戦いが来週ダービーもありますけども、なんといっても U20 明日から合流なんですよね。はい、本当にあの大切な戦いがいろいろある中で、まずはじゃあ U20 の意気込みをバシッと聞かせていただきたいと思います。まあ世界のトップチームであるので、まあ非常に楽しみですし、まあワールドカップということで、まあ非常にいい経験ができるので、まあそれをまあ体感して、まあこのチームに帰った時に還元できたらいいかなと思ってます。その間、我々は瀬古選手の思いをしっかりと受け継いで来週ダービーを戦うわけですけども、戦う我々に何かエールはありますか？まあやっぱり大阪ダービーということで、やっぱりまあ自分自身ジュニアからやってきたんで、まあ絶対に負けてあかんかったんで、まあそれはまあ絶対勝ってほしいですね。しっかりですね、しっかりと戦いたいと思います。では今日3対0で快勝となった共に戦う